どうも南光一です。さて、視聴者の皆さん、そしてロアッソサポーターの皆さん、どうも明けましておめでとうございます。いよいよですね、2022シーズンのロアッソの試合が始まりました。今シーズンはね、なんと42試合もあります。今日からですね、早速この42試合すべての試合について毎試合振り返りをねしていきたいと思います。ぜひね、よろしく今シーズンもお付き合いください。さて、ロアッソ熊本の開幕戦、天皇杯山口対ロアッソ熊本、山口のホームゲームとして行われました。今日もね、この試合についてじっくりと振り返っていきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします。まずね、ちょっと自慢させてください。自画自賛、先発メンバー、なんと先週末ね、3日間にわたってお送りした2022シーズンの戦力分析、ゴールキーパー、ディフェンス編、ミッドフィルダー編、フォワード編とお送りしましたけども、そこで私がお話しした予想先発が全てドンピシャリ当たりましたですね。自分に拍手です、はい、ただね、こうターレスと杉山がこれ逆でしたね。左右入れ替わって、スタートは右がターレス、左杉山、ただあとはね、全て同じ私が予想したメンバーポジションでの先発ということになりました。一応ね、確認しておきますね。ゴールキーパー佐藤です。そして3バック黒木、姿、そしてルーキー阿部ですね。去年特別指定で1試合だけ出てましたけども、アンカー河原、右に上村、左にやはり竹本できました。そして4トップ、右からターレス、真ん中に高橋、やや押し下がって坂本、そして左杉山という11人のメンバーです。対するですね、山口は、まず3バックか4バックかね、ちょっと最初分からない感じだったんですけど、試合が始まると4-3-3のフォーメーションでした。注目選手としてはですね、右のサイドバックに真鍋選手、熊本のブレイズ熊本、それから大津高校という出身でね、熊本出身の選手です。山口入団3年目ですので、川原選手ね、多分大学高校の同級生なんじゃないかなと思いますね。こういった選手もいました。それから山口のベンチにはね、ベテランの、ね、大ベテラン山瀬選手も控えているというね、そういったチームでした。さて試合ですね、立ち上がりからですね、ロアッソが非常にいいプレーを見せてくれました。立ち上がり4分でしたけども、竹本がね、ここから持ち上がって仕掛けます。でそのボールを、杉山につないで、杉山がシュートを放って相手に当たってコーナーキックを得ると、こういったシーンもありました。立ち上がりからね、33分までの間にロアッソ熊本のコーナーキック4本あったんですね。それだけ相手陣内に押し込んでプレーができてたということです。で立ち上がりはね、この4人のね、前線の選手たちがしっかりね、プレスをかけまして、いいボールのね、奪い方をしてたんですね。これで押し込むことができてました。これでね、この時間帯にね、ぜひ先制点が欲しいなと思ってたんですけども、残念ながら先制点を奪えなかった。これがね、一つのちょっと残念なポイントでしたね、この試合ね。そして38分です。逆に相手のフリーキッカーですね、アフリーキッカーのコーナーキッカーだったかな、流れの中で拾われてですね、それをそのセットプレーのために上がっていた長身の2人のセンターバックの渡辺選手の頭に合わせられて脅されて、これを生駒選手に押し込まれて、残念ながら前半38分に失点をしてしまいます。先制点を奪われました。ただね、この後もちょっと流れが悪くなってピンチを迎えるんですけども、ゴールキーパー佐藤ですね、やっぱり今シーズンも頼りになります。落ち着いた対応でしっかりセーブをしてくれまして、前半は1点のビハインド、山口が1対0でリード、熊本にとっては1点のビハインドで折り返します。後半に入るとですね、また再びロアッソとですね、前線からのプレスが効き始めまして、そんな前半後半の11分ですね、上村選手が右サイド前線に縦パスを出すと、ここに走り込んだのをね、風のようにターレスですね、ターレスがスピードを取ってこのボールを運びまして、右からクロスボール、ここに飛び込んだのがセンターフォワード、チーム得点を取った高橋選手ですね。見事に今シーズンのオープニングゴールを決めまして、1対1の同点に追いつきます。この後もですね、私が今シーズン大きな期待を持っている戸下選手を坂本選手に代えて投入し、続いて後半の36分にはですね、ターレス選手に代わって相原選手、そして、上村選手に代わって藤田選手ね、右サイドを少し、ね、変えてきましたね。
相馬選手はね、左利きの選手です。カットインしての左足のシュートを期待したんですけどもね、こういった選手を投入し、そしてアディショナルタイムも残り時間がないところで竹本選手から田辺選手、久しぶり3年ぶりのロアスのピッチに立ちました。こういったメンバーを投入して追加点を狙いますけども、残念ながら追加点を奪えず、結果は後半はロアスが奪って1対1のドローという開幕になりました。この試合を見てですね、私は2つのことが言えると思っています。まず1つ目、収穫です。それは昨シーズンですね、貫いた大きさか、これはですね、十分で J2 の舞台でも通用するということをね、昨日の山口戦で示してくれました。ただ課題もあります。ちょっと戦術的な課題をね、ちょっと言っていきますと、4トップで4バックに対してこうしっかりプレスをかけるんですね。これが効いてるときはいいんですね。ところがやっぱりここ一つ剥がされると、この中盤で少し手薄になってしまうですね。こことここが空いてしまう、前線と中盤がこう空いてしまうと、ここをうまく使われてしまうんですね。こういった形をいかに作らずに前から行くんだったら、しっかり押し上げて次出たところにもガチッといく、あるいは時間帯によってその守備をどのラインから始めるのか、このあたりをですね、しっかり整理していけば、もっとね、いいサッカーができるはずですね。この1週間でこのあたりを修正してほしいですね。はい。そしてやはり、昨日のような内容的にはまずまずのゲームを引き分けではなくて、勝ちに持っていく。ここがですね、大事だと思います。大木監督、今シーズンは6試合ごとに区切って勝ち点10ずつ積み上げて、勝ち点70。これを目標に掲げています。これを達成するためには、やはり昨日のようなゲームは勝ち切って終わりたい。さあ、いよいよ次はですね、山形ホーム開幕戦です。この山形にはね、絶対勝ち点3取らなきゃいけません。ぜひですね、多くのサポーターの皆さんでホームスタジアムで拍手で声援を送って、ロアッソ熊本を後押ししていきましょう。頑張れロアッソ熊本。では今日はこの辺で、今シーズンもよろしくお願いします。またね。